選手会京都支部支部長の武田です。いつも、たくさんの、ご声援をいただきありがとうございます。選手生活34年の、苦しいことや嬉しいこと、たくさんの思い出の詰まった向町競輪場が、取り壊されることは、大変寂しく思っておりますが、新しく生まれ変わることはそれ以上に嬉しく思っております。ファンの皆様方にも新しく、リニューアルされる向町競輪場に ご期待いただき、ぜひご来場いただきますようよろしくお願いいたします。117期の安藤直樹です。向町競輪場 での思い出は、去年の大晦日に同着優勝したことです。新しいバンクでも優勝できるように頑張ります。よろしくお願いします。110期の中野勇樹です。このバンクの思い出はやっぱ高校生から使わせてもらって育ててもらったバンクだと思います。このバンクはなくなりますけど、新しいバンクでもしっかり活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。京都117期村田です。このバンクは高校競技始めた時からお世話になってました。新しいバンクでも頑張るために最後の平安賞頑張りたいと思うんで応援お願いします。はい、星野恵です。京都向町競輪場は私が初めて CS を担当させていただいたところになります。初めは前半戦一人で後半戦荒木さんが来るという構成だったので、もう不安で不安で仕方なくって、早く荒木さん来てくれないかなと待っていたことを鮮明に覚えています。そこから十数年お世話になりました。皆様本当にありがとうございました。語り尽くせない思い出がありますので、最後はあいうえお作文で締めたいと思います。向こう町の無夢中になれる、この場所で、嬉しい思い出をたくさん胸に、また会う日まで、力をためて待っています。皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。はい、和歌山の競輪選手、元競輪選手の岡本慎吾です。よろしくお願いします。今競輪博士をやってますんで、皆さんど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 ん解説聞いて楽しんでください。そして僕、今度向こう町、この記念平安賞の思い出なんですが、僕は記念の準優で本田晴美選手と小角選手、あそこは 1.2 車単の時代ですけど、 1. 何倍か2倍ぐらいの時に僕は西地康介選手と一緒に乗り合わせて先行で逃げ切った思い出がすごい大です。それで僕は自分が感動してちょっと目うるうるした思い出がございます。向こう町記念中のすごい平安賞、それがすごいこう自分にはバックアップされたこともあるし、力が調子悪い時に自分がまたどん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 這い上がった時代の思い出がございます。そして皆さん、この平安賞どん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 このありますので、皆さんど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 ん現状へ来て楽しんでいただければこれ幸いだと僕は思います。皆さん頑張ってくださいね。車検どんどんいいの当てて、そして楽しんでください。今の競輪がすごく面白いので僕も応援しますんで、皆さんよろしくお願いします。95期の内山貴博です。向こう町競輪場は小さい頃から観戦してきたバンクで思い入れがあるので、今回はこのバンクで最後なんで、自分が持てる力を全力で出して終わりたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。京都83期河村紀則です。向こう町競輪の思い出は、デビュー2戦目なんですけど、地元で初優勝したことです。新しく、向こう町競輪場が新しくできるのを楽しみにしています。これからも声援よろしくお願いします。83期の矢部健二です。向こう町の思い出は百勝を挙げたことです。それと一度も優勝できてないのがちょっと残念ですけど、また新しいバンクで優勝できるように頑張りたいと思います。新しいバンクもよろしくお願いします。68期京都の中島です。向こう町はいつもファンのお客様の声援がすごく励みになって、すごいレースができました。この今回改修前に平安賞がありますが、京都の地元の選手も多数参加します。またいつものように応援のほどよろしくお願いいたします。
95回生の金子弘樹です。向こう町競輪場での思い出はあんまりそんなに深いものはないんですけど、アマチュア時代練習がしんどかったっていうそれだけなんですけど、まあやっぱり地元バンクが5年間なくなるっていうのは寂しい思いもするんで、新しい競輪場ができたらしっかり頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。的場かなとしです。僕の、向こう町競輪場の思い出としては、吉岡俊正君がまた全盛期バリバリやった時に、山本慎也君との、選考争いっていうか、もがき合いで中段に、有坂選手がいてまくりっていう感じで、当時1周半から山本慎也君の先行、それを2コーナーから7番手からまくった吉岡君の優勝の思い出が一番です。で次に、僕が、向こう町記念をアッセンスしていただいた時に、山田裕二君がジャンから、先行していくもらって、番手の後輩の伊藤康臣君が優勝し、僕もその後ろで優勝を見れたっていうのが一番の思い出です。今回で向こう町競輪場がとりあえず一旦休みとなりますが、これからもファンの皆様、新しくなった向こう町競輪場を楽しみに、また期待しておいてください。よろしくお願いします。